ティティポ、ティティポ。長い長い線路に沿ってティティポは遠くまで試験運行をすることになりました。川を渡り、高い山を通り過ぎ、砂漠地帯も通り過ぎ、目的地に向かって走るティティポは突然吹いた巨大な砂嵐に直撃しました。長距離試験運行2。あそこに汽車村のちびっこ列車たちが集まっていますね。ティティポティティポティティポ、はあ、おじさん、ティティポと連絡は取れましたか？それが連絡できないんだ。ティティポに何かあったんですか？悪いことですか？いや、心配するようなことじゃない。もう遅いから心配しないで、お前たちは帰って休みなさい。はい。ティティポ、大丈夫かな？大丈夫だといいんだけど。みんな、おやすみ。バイバイ。おやすみ、エリック。おやすみ、ジニー。何もなければいいんだけど。ディーゼル、気がついた？誰？私はジェニー。ジェニー？僕はティティポだよ。僕がどうしてここにいるの？何も覚えてないよね。確かに気絶していたから。ここは砂嵐がたくさん吹く地帯なんだけど、今日も砂嵐がたくさん吹いたの。だから急いでその地帯を通ってたんだけど、そしたらあなたがいて、だから私が連れてきたの。そうだったの。助けてくれてありがとう。ううん、とにかく気がついてよかった。あんな砂嵐は初めて見たから驚いたよ。あんなのは大したことないのよ。私はとても遠い国まで貨物を運んでいるの。普段は目的地までの数日間、昼も夜もずっと走るの。だから砂嵐にも吹かれて、吹雪に吹かれることもあって。ところで君はどこまで行くの？ああ、僕はここに初めて試験運行で出てきたんだ。おじさんにもう一度連絡してみなきゃ。うんうん。おじさん、おじさん、連絡できないや。砂嵐のせいで通信機器が故障したようね。私についてきて。うん。お？ディディポ、どうしたの？急に汽車村のみんなに会いたくなって。それで元気がないの？そんな時は真似してみて。シュッシュッポンポン、シュッシュッポンポン。続けて。シュッシュッポンポン、シュッシュッポンポン。ちびっこ列車ポンポン、出発しようポンポン。線路に沿ってポンポン、歌おうシュッシュッポンポン。気分よくシュッシュッポンポン、声出すシュッシュッポンポン。シュッシュッポンポン、シュッシュッポンポン、シュッシュッポンポン、シュッシュッポンポン。かっこいい歌だね、ジェニー。疲れた時はこんな風に歌えば元気が出るわよ。本当にそうだね。ティティポ、君はこの道をまっすぐ行けばいいわよ。うん。私はこっちに行かなくちゃ。さよならだね。ああ、残念。ジェニー、今度僕たちの汽車村に遊びにおいでよ。うん、また会おうね。バイバイ。うん、バイバイ。ジェニーと別れたティティポは再び目的地へ向けて出発しました。長い旅でしたが、幸い大きなトラブルもなく、無事目的地に到着しました。ティティポ、ティティポ。一方、汽車村のみんなは相変わらずティティポを心配しています。みんな、ジニー、ティティポと連絡は取れたの？
今日も連絡はなかったって。ティティポ大丈夫かな。きっと大丈夫よ。そうだといいけど。私はもう帰るね。みんなおやすみ。うん、おやすみ。おやすみ。ティティポ。ちびっこ列車、ここ俺様が支配してるんだ。なんで勝手に通るんだ。僕は試験運行に出てきただけです。試験運行だかなんだか知らないが、俺様が出す問題にお前が正解すれば通してやる。もし正解できなければお前を捕らえて食ってやる。わかったか。はい。確かに約束したぞ。よし、問題を出そう。世界で一番かっこいいものはなんだ。一番かっこいいもの？よくわからないんですけど。わからないだって？いや、よく考えてみろ。そんなに難しく考えないで。正解はディーゼルです。本当に力の強い列車なんですよ。冗談を言っているのか。その程度の列車がかっこいいだなんて、お前は何を言ってるんだ。ディーゼルもかっこいいんですよ。正解はドラゴンだ。こんなに強くて空も飛べて本当にかっこいいじゃないか。約束は約束だから、お前を食べてやる。ふわあ、ディディボー。夢か。次の日の朝になりました。行ってきます。エリック、今日も安全運転で行くんだぞ。アボおじさん。おはようディーゼル。おじさん、もしかしてティティポがドラゴンに捕まったんじゃないよね。ディーゼル、ドラゴンなんてものはいないんだよ。本当にいないよね。いてもティティポ食べたりしないよね。そうだといいけど。私が調べるからお前は心配しないでもう行きなさい。はい、行ってきます。気をつけて行ってくるんだぞ。みんなティティポのことが心配なんだな。ティティポ無事に戻ってくるんだぞ。夕方になりました。幸いティティポは汽車村に向かって帰ってきていますね。本当に遠いな。みんなに会いたいよ。そんな時は真似してみて。そうだ、頑張らなきゃ。シュッシュポッポ、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 ちびっこ列車ポッポ、出発しようポッポ、線路に沿ってポッポ、歌おうシュッシュポッポ、シュッシュポッポ、声出そシュッシュポッポ、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 シュッシュポッポ。いつの間にか夜になりました。予定なら今日の夜にティティポが帰ってくるはずなんだが。あれはティティポー。ハーブおじさん。ただいま。おかえり。連絡が途切れて心配したぞ。何があったんだ。砂嵐のせいで通信機が故障しました。そんな大変なことになるところだったな。今日は疲れただろう。もうおやすみなさい。はい、おやすみなさい。おやすみ。ティティポ、無事に戻ってきたんだね。ティティポが帰ってきたよ。ティティポが帰ってきたってば。何？ティティポが帰ってきたって言ってたみたいだけど。ティティポが帰ってきたって？本当に？あそこ？本当にティティポだ。ティティポ！みんなまだ寝ていなかったの？
うん、みんなとっても心配したんだから。無事に帰ってきてよかった。ティティポー。ああ。この前、洗車機でひどいことしてごめんね。ディーゼル。無事に帰ってきて本当によかった。君がドラゴンに捕まってしまって戻ってこられないかとどれだけ心配したか。ドラゴン？ディーゼル、ドラゴンなんていないよ。ドラゴンだって。ディーゼルったら本当に変なことを言うのね。ドラゴンがいないって本当？僕疲れたから帰らないと。ティティポ、僕たち一緒に寝る？家には2台も入らないじゃない。うまくやれば入るかもしれないじゃないか。汽車村のみんなはティティポをとても温かく迎え入れました。おやすみ、ちびっこ列車たち。点検は怖いよ。今日も汽車村のちびっこ列車たちは一生懸命お仕事しています。ティティポもお仕事に行く準備をしていますね。さて、出るとするか。なんでこんなに震えるのかな。もう大丈夫だ。ディーゼル、仕事が終わって帰ってきたところ。ティティポは出るところ。仕事大変だったの？でも今日はもう全部終わったから休める。そうなんだ。まただ。どうしたの？体が少しおかしいな。何度もブルブル震えるんだ。そしたらテオに点検してもらいなよ。点検？点検って何？まだ点検してもらったことないんだ。ディティポを驚かしてやろうかな。点検ってちょっと怖いんだよ。怖いって？怖いんだ。クラクラする。点検を受けるときは逆さまにならなきゃいけないんだ。それからテオが大きな注射を打つんだ。ディーゼル、注射を打つ時間だよ。注射？怖いよ。ごめんね、でもこの注射を打たないと。僕は勇敢だからまだよく耐えた方さ。本当？他の列車たちはみんな痛がってるよ。ディーゼル。ハーブおじさんだ。ちょっと出てきてくれるか？わかりました。何の用だろう。じゃあ行くね。点検頑張って。分かった。点検って本当に怖いみたい。ハーブおじさん。いや、ディーゼル。頼み事があってな。頼み事？港に行く列車が急に故障して動けないって言うんだ。ディーゼル、君が代わりに行ってくれないか？行くのやだな。仮病でも使おうかな。体が少しおかしいみたい。そうだ、そうしよう。でもちょっと体が。どこか悪いのか？わからないけど点検を受けなきゃいけないみたい。そうか、すぐテオのところに行きなさい。はい。ちょっと待って。フィックス、リフト。はい。ディーゼルを汽車製作所に連れて行ってくれないか？震えが止まらない。どうしちゃったんだろう。点検受けるの怖いよ。ティティポー。はい。準備できたなら早く行きなさい。はい。ハーブおじさん。体が震えているみたいだけど。それが。運行前に点検を受けた方が良さそうだ。点検？そうだ。すぐにテオのところへ行って点検を受けなさい。ティティポはハーブおじさんの話を聞いて、しぶしぶ汽車製作所に行きました。ディーゼル大丈夫？かなり辛いの？どこが悪いんだ？こことかそことか。
機微を使ったことバレたらダメだ。フィックス。お、はい、ハボジさん。工場地帯の近くで事故が起きたんだ。ディーゼルを連れて行った後、事故現場に向かってくれ。はい、わかりました。事故？あ、早く行きな。僕一人で行けるから。うん、それじゃあ行くからね。うん、心配しないで。じゃあ、チャーカー。チューチュー。チャーカー。チューチュー。レッツゴー。うわー、手を。痛いよ。検査結果では問題ないんだけど。そんなはずは、本当に痛いんだってば。うー、怖いよ。ディーゼルの声みたいだけど、点検を受けるのって本当に痛いんだ。えい、そのまま仕事に行っちゃおう。しんどいな。ティティポ。ん？こんにちは。また震えるな。具合悪いのか？大丈夫です。じゃあ行きますね。とりあえず出発しよう。ティティポ？ティティポ。もうよく寝た。ディーゼル？うん、テオ。体はもう大丈夫？うん、もう良くなったみたい。じゃあ、もう運行できるね。うん？まずいぞ。ああ、また痛くなってきた。もう少し休まないと。うん？なんかおかしいな。到着しました。終わった。しんどいな。なんで動かないんだ。とりあえずハーブおじさんに連絡しなくちゃ。おじさん、ハーブおじさん。通信機も壊れたみたいだ。どうしよう。おや、ティティポが壊れたようです。ティティポ、ティティポ、うん、ティティポと連絡が取れないな。ん？ただいま。おかえり。もしかして今日ティティポを見なかったかい？見てないけど、何かあったんですか？ティティポと連絡が取れないんだよ。ティティポが？はい、わかりました。あ、ティティポがどうしたの？連絡が取れないみたいなんだ。点検も受けに来ないし。僕のせいかな。テオ、僕ちょっと行ってくる。なあ、おい、ディーゼル。急にどこへ行くんだ。ティティポが心配になったディーゼルは、ティティポが運行する場所まで行きました。どこにいるの？ティティポ。ディーゼル。大丈夫？動けないんだ。引っ張ってあげる。ちょっと待って。できた。行こう、ティティポ。ありがとう、ディーゼル。アボジさん。ディーゼル。ティティポ、具合が悪くて止まっていたんです。汽車製作所に連れて行きます。ディーゼル、お前も具合が悪いって言ってなかったかい？もう大丈夫です。よかった。じゃあティティポをよろしく頼むよ。はい、わかりました。早く行こう、ティティポ。テオ。テオいないね。探してくるよ。ちょっと待ってて。ちょっとディーゼル。どうしても点検は受けられないよ。すっごく怖いんだ。怖くないよ。何も痛くないから。さっきは本当に痛いって言ったじゃない。それはいたずらしたんだ。ごめんよ、ティティポ。どういうこと？さっきお昼にここで痛いっていうのを聞いたもん。それは仮病を使ったんだよ。え、本当？うん、
仕事したくなくて具合の悪いふりをしたんだよ。じゃあ点検を受けるの全然痛くないってこと？うん、そうだよ。あー、わかった。じゃあ点検受ける。ディーゼル、手を。なんだって？おじさん、手病だなんて、それはどういうことだディーゼル。まずティティポの点検から頼む、手を。はい。終わったよ。え、もう全部終わったの？うん、痛くなかったろ。うん。お、うわ。終わったのもわからなかったよ。ティティポ、次からは前もって点検を受けなさい。はい、おじさん。よかった。しかしディーゼル、仮病を使うなんてどういうことだ？そうだディーゼル、一日心配したじゃないか。ごめんなさい、次からはしないから。テオ、ハーブおじさん、ディーゼルが助けてくれなかったら大変なことになるところだったよ。それにディーゼルのおかげで点検も受けられて治ったじゃない。ティティポ、ティティポの言う通り、よくやった部分もあるんじゃないですか。ディーゼル、今回は特別に許してやろう。はい。よかったね、ディーゼル。でも罰を受けないとな。今日の掃除当番はディーゼルだ。明日の朝検査をするから、きれいに整理しておくんだぞ。許してくれるって言ったのに。嘘つくからだよ。ディーゼルのおかげで、ティティポは無事に点検を受けられました。でもディーゼル、仮病はダメだよ。ティティポ、初めての運行。汽車村は朝になると忙しく仕事に出かける列車たちで混み合います。エリックは出かけたし、シンシンも出発したな。さてさて、次はディーゼルだな。ディーゼル、はい、準備できました。出発しなさい、今日も気をつけて。はい、行ってきます。次はブンブン、ブンブン、来てないのか、どうしたんだ。よっしゃ、お疲れリフト。へっちゃら、ピッチリフト。はい、ハーブおじさん。ブンブンに何かあったようだ。一指紋がつかめないのだが、君たちが探してくれるか。オーケー、わかりました。よし、始めてみようか。聞いたことあるかな、整備列車フィックス。そして名助手リフト。線路が故障だ、故障したら僕たち出動、修理出動、出動、修理するよ。出発。ジーニー、ん？やあ、こんにちはティティポ。仕事に行くの？うん、出発の時間だからね。ああ、僕も早く仕事したいな。すぐできるわよ。じゃあ行ってくるね。うん、頑張って。夕方に会いましょう。はい。ああ、僕はいつになったら仕事できるんだろう。よいしょ、できた。セット。こんにちは。ようこそジニー、客車の準備は終わったよ。これを引っ張っていけばいいよ。僕が下がるからね。ありがとうセッタ。なんてことないよ、行ってらっしゃい。ハーブおじさん。おお、フィックス、ブンブンは見つかったか？はい、見つかったんですが。どうかしたのか？大丈夫？ブンブンが脱線して倒れていました。なんてこと、だいぶひどいのか。それが大怪我ではないのですが、今日の運行はできそうにないです。大怪我ではなくてよかったよ。フィックス、ブンブンを整備工場に連れて行ってくれ。はい、わかりました。別の列車を探さないと。
ハーブおじさん。おお、ジニーじゃないか。こんにちは。ちょうどよく来た。ブンブンが仕事に行けなくなったんだが、ジニーが代わりに行ってくれるかい？私は今から運行に出かけるのですが。ああ、そうか。それでは誰を。あ、そうだ。ティティポはどうですか？ティティポ？ティティポはまだ準備ができていないと思うが。しっかりやり遂げると思いますよ。暇だな。ティティポ。お、ハーブおじさん。今すぐ管制センター前まで来てくれないか。あ、はい。おじさん。うん、よく来たな。どうかしたんですか？ティティポ、急なんだが今日運行できるか？僕が？もちろんです。よし、頼んだぞ。はーい。時間がないので車両基地に行って客車を連結してすぐに出発しなさい。はーい。こんにちは。君が新しく来た列車だね。うん、僕はティティポ。僕はセッター。ここにいる客車や貨車は全部僕が準備するんだ。そうなんだ、よろしくね。今日が初めての運行だって？うん。おめでとう。君が引いていく客車は後ろにあるやつだよ。わー、それじゃあ、よし。連結しました。それでは出発しなさい。はーい。ティティポ、頑張って。ありがとう。ちびっこ列車ティティポが初運行を始めました。気をつけていってらっしゃい。はーい、行ってきます。うん、うまくできるかな。ティティポ、ティティポ。ティティポはお客を乗せるため駅に向かって走りました。しかし到着時間が過ぎて少し遅れてしまいました。時間は過ぎてるのに。今日は列車が遅れてるな。やっと来た。ん？なんでこんなに遅れたんだ？待ち合わせに遅れちゃうわ。すみません。困ったわね。来ないかと思ったわよ。なんかあったのかな。出発します。よし。早く行こう。お、カーブの区間だ。カーブ区間は速く走ると危険なので、ティティポはゆっくりと走りました。お、遅れちゃった。初運行なのに遅れらんない。お、エリックだ。こんにちは、エリック。ティティポ初運行に来たんだね。そうだよ、忙しいから先に行くね。慌ててるようだけど。今度は橋か。橋はゆっくり渡れと言われたけど、遅れてるから仕方ないか。行くぞ。ティティポは乗客たちが不平を言っているのも知らずに喜んでいます。初運行は成功。さて帰ろう。あ、ハーブおじさん。ただいま。
帰ってきたね。初運行はどうだった？時間通りにバッチリ到着したよ。しかし、ティティポ。はい？橋で速く走ると危険だということを知らなかったのか？お客さんを時間通りに連れて行くために少し速く走らないといけなくて。ティティポ、君がなぜ今日運行を任されたのかわかるかい？いえ。もともとは今朝ブンブンという列車が運行に行くはずだったんだ。世界最高の列車はブンブン。なのにブンブンは管制センターに来る途中カーブ区間で、これくらいどうってことないさ。速度を落とさずにそのまま走ってきて、結局倒れてしまったんだ。そして仕方なく君が運行することになったんだよ。もう少し気をつけなきゃいけなかったのにごめんなさい。ティティポ、初めから上手に走る列車はいないよ。でも、ただいま。ティティポ、ヤッホー。やあ、ジニー、どうだった？それがちょっと失敗しちゃったけど、初めてにしては頑張ったよ。わー、かっこいいよティティポ。ありがとうティティポ。今日はお疲れ様。これからもよろしく頼むぞ。僕これからも仕事できるの？そうだよ。でも運行の練習は怠けずにするんだぞ。じゃあ行きますね。ゆっくり休むんだぞ。仕事を終えたちびっこ列車たちは客車を切り離しました。ティティポ、初めての運行なのに緊張しなかった？本当はとっても震えたよ。私もそうだったわ。だんだん慣れてくるわよ。そうだよ。ありがとう。一日の日課を終えたちびっこ列車たちはみんな家に帰っていきました。ティティポ、僕も帰るね。おやすみエリック。やっと家に帰ってきたよ。ティティポの初運行が無事終わりました。お疲れ様でした、ティティポ。